アナキンだ。よしキャッピー、今日はここだ、ロストだ。おー、ロストのバームを集めに行くぞ。この格好でいいのか。この格好は暑いけどロストっぽいからな。よし変えよう。よし変えようか。よし変えるか。ロストっぽい格好じゃない格好にするか。しないんかい。ロストっぽくない格好だな。ぽくないって。よし、ロストといえばこの格好だろう。全然違うわ。白黒だ。白黒ロスト。全然関係ない。全然関係ないけどね。なんかかっこいいからこれにしたね。まあかっこいいよね。誰もいないからいいだろう。そしてとりあえず早速だが、月の石を触っていくか。月の石を触る。月の石どこにあるんだ。触っとかないとね。触る。触りに来たんだけど。あそこ光ってる。あれか、あれが月の石。うん、あれだ。あれだ。よし行こう。おー、ルイジ、ルイジ、バイバイ。よし、さあ行こう。ルイジはまあ特に関係ないからな。なんて言った。興味ないし、うん、かわいそうだな。さあこれだ、月の石。さあロストでも弾けるわけだね、月の石は。弾ける。さあどんな感じで弾けるんでしょうか。全部一緒。いや一緒の感じかな。やっぱりくるくる回った後に弾けるのかな。くるくる回った後に弾ける。花火だねこれ、まさにね。危ない花火。めちゃ綺麗だけどね。こんなにもパワームーンない。さあパワームーン散りました。あれ弾けなければパワームーン簡単にバババババっていっぱい取れるんだけど。弾けるんだ。ペペペペペペって取れるんだけどね。ペペペペペペ。さあなんだこれ、いっぱいあるぞ。さあ一個一個また回収。これ砕けた。砕けた月の石は四角い。もう関係ない。コインになるよ。コインだね。コイン大事なんだよ本当に。コインなかなか集まらない。コインだよ本当。服が、服とかパワームーンとか欲しいんだけどね。服が欲しいんだよね。他にもいろんな服があるんだよ。とりあえずキャプチャーしていくか。うん。さあ伸びる系でいきますよ。いやーん。はい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 。食らうから注意だよ。キューキューキュー。ここ、これか。ここだね。これだ。砕けた。こんなんなかったのか。普通に簡単にできそうなんだけど。いないよ。どうやってあれが連れてくるの。あそこにウサギいる。てかあそこに、あそこにウサギもいる。ウサギは初めてだな。オッケー、今なら捕まえれそうだと思ったけど無理だね。囲むのか。意外と早いよこれ。意外と早い、意外と早い。意外と早いよ。おお、それなかったやつだね、やっぱり。これなかったね。さあこれでまず1個、ジャンプできない。取れないね、これ。はい。とりあえず1回出て、取ります。やりました。密林で捕まえたぴょん。ぴょんぴょんぴょん。なんかここだけなぜ蝶々こんなに飛んでんの？あれもカゴもあるね。カゴ？カゴの中にパワームーン。どっちするんだろう。これだよな。壊しやすい。そんなに遠く飛んでったよ。あ、わかった。あそこヒップドロップして当てるんじゃない？あ、そういうことね。これの裏にあるから。これね。はいはい。いきなりびっくり。いきなりキャプチャーしたからびっくりしたじゃないか。後ろに戻されキャプチャーだよ、本当に。こうしといて、で、キャッピーがあっちに行って飛んでいけばいいんだな。すごい距離飛んでったね。もうちょい。オッケー。でマリオがその、はい、すごい距離飛んでってますけど。だからマリオはこの辺に立っとかなきゃいけない。俺はそこでいいのか。オッケー、いった。惜しい。もっともっと向き変えれるの。全然違うよ。キャッピーが飛んでいく様がすごいんだけど。ああ言うとる。そんな飛び方してたっけみたいな。お、行け。全然だ。あのさっきからどこ行ってるんだ。向き変えれないの。変えれないよ。あ、変えれないのか。じゃあこっち。ちょっと待って。今定まってた。定まってない。見てなかったから行けたんですけど。なんだよ。ラッキーキャッピー。ラッキーだったな。これはラッキー。さあいきなり見つけましたよこのちっちゃいやつ。なんか帽子貫通して。誘導して狙い撃ち。誘導したつもりはないけど。誘導したでしょ。まあいいだろう。さあ次。まあ、誘導しようと思ったら誘導せずに取れた。勝手にね。花ちゃん遠のかんか。よろしく花ちゃん。なんかキャッピーの帽子が真っ黒だから焦げてるみたいなんだよ。焦げてる。ギリギリから行って。しましま花ちゃん。しま花ちゃん。ここら辺にあるってことかい。あと。なんで？いつ？これだから月の石でできたやつでしょ。どーれ？うだぶ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 。オッケー。木の上に飛び降りて。飛び降りましたー。これ何？これワカメみたいなやつ何これ？これはね、ワカメだよ。違うだろ。おお、ピーチ姫。飛
取らなきゃ。そういえば忘れてました。この国見たことがない植物が多くてすごく変わっているところね。気をつけてくださいよ、ここはロス島です。誰もいません。不思議な生き物もいっぱい見られて楽しいよね。まあ確かにね。来る途中でパワームーンを拾ったの、旅の役に立ててね。ありがとうございます。それをね、いただきに来ました。正直ね、正直それをもらいに来ました。失われた国でビーチ姫。オッケー。さあ次の場所はなんかこのこれで飛んでいけば行けそうな場所もいっぱいありそうだけどね。長女どこ？じゃあ隠しません。隠します。はい、音符がある。音符だ。あれだね、タック。あれなかったな。そういうこと。タックいらん。怖いな。タックいらなかった。タックいらないね。音符どういう音符でしょうか。どういう音符でしょうか。あー、そういう音符でしょうか。頑張ってキャッピー。キャッピーが音とキャッピーが。キャッピーが頑張ればいい音符だった。ナイス。何にもしてないマリオ何にもしてないです。シマハナちゃんで行った方がいいんじゃない。本当はシマハナちゃんで行ってんの。そうか、シマハナちゃんでやればそんなに怖くもなかったのかな。多分ね。逆にキャックで行ってしまったからクールに怖くなっちゃった。これはこれで取っておこう。伸びて縮んで音符集め。なるほど、伸びて縮んでしてないね。してないね、うん、全部キャッピーに任せてる。普通にね、キャッピー頑張って音符集め。 OK あ、どこあったじゃん。これか。先こっち行きます。そしたら見つけたんで難しいけどね。うお、なんだこれ。鍵を開ける系だね、はい、あのスイッチ一体なんだ。何、うん、あキャッピーがさらわれる系じゃん。またそんな一人でやれって。またまた言うてるぞしまった、俺の帽子がなくなった。あいた、よかった。いいの、こんなに簡単。え、いいの。え、レスキュー大成功。大成功。ええ何もしてないよ。何もしてないよどういうことバグってないかい。キャッピーさらわれたまんまですけどただもう一回あるんだよな。大成功してないんだけど、何にもしてないけどね。全くもって意味がわからない。待って、どういうこと全然意味わかんないけど。何もしてないよ。もうここ用事ないんじゃないかっていうぐらい何、とりあえずキャッピーを助けに行こう。大成功なんてしてないんだけど。もう終わっちゃってるけど、どういうことだ。本当にわけがわかんない。いいの、逆なってんの。おい、あ、ちゃんとどこ行った。いやいやいや、今レスキュー中だよね、これどう考えても。なんで開いたの。あれじゃない、本当はあそこに立った瞬間さ、あの鳥が来るけどさ、キャッピーが先に動かしちゃったからレバー開いちゃったんじゃない。あ、そういうことか。うん、じゃあもうここ用事ないのかな。いやあるでしょ、もう一個あるでしょあそこの奥とかありそう。これ難しいんだけど行くの。さあでも待ってろキャッピー、俺がなんとかするつもりですけど、もうなんとかできてるけどね。うん、本当につもりなのか。バブル邪魔なのか。おー危ない、遠いな。ほい、あーけっ、よし行った、飛んでった。これで、え、消えた。オッケー、鳥消えたよ。鳥消えたよ。鳥消えたね。大丈夫かキャッピー。まあ全然平気だよ。すっごい強がりよし、これで救出、レスキュー大成功。普通はねこういう段取りね、うん、もう一個は、うん、もう一個どこにあるの。あれあれじゃない、どうやっていく。あ、バブルか。バーボン、バブル、バブルでどっかからどっかに、どっかからどっか解放ができるってこと。ボカーンと絶対この上っぽい。あった、あった、上じゃなかった。普通に隠れてた。 OK、マグマ泳ぎ回って、全然泳ぎ回ってない。なるほどね、全然泳ぎ回ってない。全然ね、今泳いでもないし、キャッピーもあれだったし、とりあえずこれで OK だったし。キャッピー救出大成功びっくりした全然救ってない、救出してないのによし、カカシ頑張るか。ちょっと待ってね、カカシちゃん、うん、難しいんだよ。あそこでしょ、ヤシの木飛び乗った方がいいよ。ヤシの木飛び乗った方がいい。ヤシの木飛び乗った方がいいって言うんだから、もう無理でしょこれ。そ、そんな着地できないよ、ほら。さすがに。じゃあ急いで。お、いけ、いけた。いけた。いけたよ。失われた国でチクタクアスレチック。オッケー。いつもルイジの近く。ルイジの近く。ルイジの近くに、あ、あったよ。え、何これ。何これ。え、だから最初はなかったから、すごいな、弾けた時にここに出てきた。すごい輝く果実。いやいや、もうもうパワームーンにしか見えません。果実あれか。なるほど、またキャッピー捕まる気。いや違うでしょ、捕まりすぎだろ。
さすがにそれは使われすぎじゃない？おお。これはキャッピーが今できないんじゃない？できない系だね。P スイッチってことは急げってことか。毒がなくなるから。そうでもないのか。今乗ってるから。ああ。どうやって行くの？急いで行かなきゃ。急いで行くっけ？ちょっと上がってきてる。うん、上がってきてる。いける、オッケー。ちょっとスリルが。島花ちゃんが邪魔してくる。あれ何？気になる？さっきの、おちょ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 、びっくりした。そっち。ああ、かわいいね。やり方。ここで、こうだね。うん。おい、急げ。急げ、島花ちゃん。島花ちゃん、急いで行った。オッケー、オッケー、オッケー。いけいけいけ、ボコボコにできるのがちょっとこう気持ちいいんだけど。すげえ。すごい。こんなに破壊力のある島花ちゃん、最高。なんか怪しいな。火をつける感じじゃない？蹴って蹴って、パックフラワー。火をつける感じじゃないか、ちょっとかわいそう。なんで何かで火をつけるのかな。おお。うわすごいよ、島花ちゃんのすべての場所がもう全部破壊の力を持っているという。最高。キャッピーなら何回かしなきゃ。ここ行ってくる。2マス一気に。あー、いきなりこっちが。なるほどね。ワープ。ヘイ。ここでこう。ちょっと難しくなってきた。はい。うわ、急げ、急げ、島花ちゃん。島花ちゃん、もっとスピード出せないのか。急げ、急げ、オッケー、危ない。おお、いけた。1個だけ。もう1個あるんじゃない？ジャングルを伸びて渡って。もう1個どこだ？ということは、パックンが怪しいな。こっちからもう戻れない。毒が登ってくる。マリオとキャッピーの冒険はまだまだ終わらないぞ。次回もお楽しみに。面白かったらグッドボタン。チャンネル登録よろしく。他のアナケナも見てね。バイバイ。バイバイ。